待って、クレネード投げられてる、リカちゃん。ドイツの僕にクレネード投げたやつ。この野郎。リカ、一階に敵がいるぞ。殺してこい。殺しに行く。行け。どこ？僕の目の前だよ。いそれか。はいよ、やれ。よし。口悪い。めっちゃ口悪いや。ごめんなさい、気をつけないとね。僕も物資あさらないとな。ん？俺全然いいの入ってねえじゃねえか。死ね。口悪い。ごめん、僕も口悪くなってたか。リカの映った。リカちゃんのが映っちゃったよ。僕にリカ、僕に映したな。映した。何映してんだお前。新型のオミクロン株。新型のオミクロン株？何だいそれ。オミクロン株のウイルス。あれほど手洗いうがいしろって言ったのに。僕に近づくな、リカ。僕たちはもう終わりだ。やだ。おしまいだ、僕たちはここで。おしまいだ。待って。僕はもう君を置いていくよ、リカ。解除する。もう僕とお前も解除する。僕とリカはもうここでお別れだよ。じゃあな、バイキン。言うた。うん。予定するよ。リカちゃん、次はどこのデパートに行く？うん。いや、リカちゃんとデートは楽しいな。楽しい。うん。僕たちずっと一緒だよ。うん、ずっと一緒だよ。リカちゃん、聞こえるかい？聞こえるよ、死んでよ。いやだよ、ジェイヤーじゃないよ。どれ必要だよ。ニンテンド髪型だけだよ。金ちょうだい。頼んだ。弁護士雇うの。弁護士だ、なんで雇わなくていいよ、弁護士さんって。ユウタのダブル殺すために雇うの。弁護士使って社会的に摩擦しようとするのやめてよ、リカちゃん。許せないから。僕はリカちゃん一つしたよ。ユウタ嬉しい。リカちゃん、頑張って復活しようね。うん、リカも頑張る。うん、僕ら生の歌ね。そうだね。リカ、服装変わってない？ちょっと変えた。顔、ブサイクになってない？あ冗談だよ、冗談だよ、リカちゃん。アルソックの CM に出てす。誰が吉田沙織じゃ。多分その顔だったら僕のこと守ってくれそうな気がするよ。僕に危害を加えようとするやつ、罰する。何か、それは殺す。頼んだよ、僕も一緒にロッカーに詰めるからね。特に女。とりあえず顔見てからだね。ダックフレンズゲットしようとしてない。いつ、そんなことないよ。8つ子あげるよ。ありがとう、長い。やめろ、そういう意味で私のわけじゃないよ。これでよく観察ができる。それ8つ子じゃなくて僕の息子だね。まずユータは存在が、そんなことないよ、僕根っからの純愛ボーイさ。ええ、そんなはずない。そんなことあるよ、リカちゃん一筋だからね。全地図じゃないよ。失礼だな、地図だよ。ユータでも100人のダコフレンズいる。なんでそんなに。どこ情報だい、それは。更新状。更新状、なんだい更新状って。浮気の証拠とか調べてくれる場所。あ、そんなとこあるの。マジかよ。探偵やらかした。探偵がいたのか。そいつら僕今殺してやろうかな。逃げちゃダメだよ。逃げちゃダメ、逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだ。やれるよこれ。娘は世界的に全く来るの。なんかちょっと違うし、原作と。守ってよ。守らない。守ってよ、レイちゃん。したくなっちゃった。ストレスが溜まってるのかもしれない、マキちゃん。あ、リカちゃん。マキって誰？知ってるけど。なんのことだい。僕は最初からリカちゃんって言ったよ。リカちゃん、いらばくれても無駄だよ。僕にはさっぱり何言ってるのかわからないな。虚勢して風船にくくりつけるね。虚勢するのやめてよ、リカちゃん。あれ取られるときはちゃんと痛いんだからね。術式風船。無条件の術式コピー何使ってるの、リカちゃん。虚勢するために無条件の術式コピーしないしないでよ。リカの片手もハサミの形なの。やだよ、この広い片手がハサミの広いなんてやだよ。気にしてね、任せてよ。なんかこう見えて小屋歴4年だからさ、リカちゃん。おとなしくしてていいよ、僕が片付ける。負けたら虚勢する。リカちゃん、ここにもろうか。大丈夫。よかったよ、僕のかっこいい声が漏れたら大変だからね。怒り心地。誰が怒り心地だよ。やめろよ、毎回言うから。そうやって褒めたら調子に乗ったぞ。怒り心地じゃない。骨言うただよ。骨心地。骨心地じゃない、完全に TikTok のコメントなんじゃないか。言われるよ、また。逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだ。言われるよこれ、またやめろよ。怒り言うた。言うたってなんだよ、こっかする一挙じゃねえぞ。じゃあドンカツ。おや、で息も聞こえたんだけど。ドンカツ、ドンカツ、ドンカツ、ドンカツ言ってるよ。お前はドンカツできないよ。ここでお芝居だよ、僕に会ってね。ドンカツするのはこのボクさん。
プラの回収。今のは確かに立ったね。なんでいつも僕は僕の戦車クイズを勝てないの。下半身もフラグも一緒に立てないで。どっちも勝手に立っちゃうんだよ。元気で、どっちも。ダメ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 、この回はダメだよ。それなくし、我々持っていくことすのやめてよ、リカちゃん。上のリッチに僕が抹殺されて、邪魔にダーカントの既得死刑が決まっちゃえ。悲しい。悲しい。うわぁ、ごめんよ、リカちゃん。事故ったら固定するよ。落ち込まないの。上のリカちゃん。リカの右手の肩に放置するよ。また大きくなってるぞ、リカちゃん。いいよ。今の話、何買った直近させて。ダメ、リカちゃんダメだよ。直近したら、この試合勝てなくなっちゃうよ、僕。僕、再起不能になっちゃうよ、立ちも僕も。助成されても死なないわ。私が生かすの。綾波、どういうことだ。切り落とされても災害に向けて。ダメだよ、今まで何人達成してきたんだ。今まで食べたパンの枚数って覚えてる？ああ、どうすぐないよ。吐き気を汚す邪悪だよ、もう。おう。私はあんまり言えなかった今。これリカの大好物って何？いちご大福。え、結構可愛いね。なんかあざといね。なんかあざとい女子が好きそうなやつで言うね。いちごが好きみたいな。本当にいちご好きだもん。本当だ、そうなんだ。それ自己紹介の時さ、その肩身が狭そうだ。男みんないちごが好きな女ドン引きだからね。変な偏見だけど。泣くよ。あのいいよね。あの練乳とか。練乳。漏れた。やっぱいちご大福しか勝たん。お、いちご大福しか勝たんって言ったよ。いや、やっぱり。あ、やっぱり。あ、頑張ろうね、ミュータ。僕、荒野行動まともにやってないけど、ドンカツ取れるよ、多分。リカもドンカツできるよ。本当に？待って、僕のなんか上半身とか下半身なんか取れちゃったんだけど。メリコ、どういう状況これ。リカのハサミ。リカちゃんのハサミで僕の胴体を真っ二つにしたいでよ。また下半身が残り惜しいよ、リカちゃん。リカちゃん、ここ降りるよ。わかったって聞いたら、お願いね。どっか詰めちゃおう。そうだね、どっか詰める。バレンタインチョコもらったやつも全員詰めちゃおう、リカちゃん。ミュータにバレンタイン渡した人もみんな詰めるよ。僕はリカしかチョコもらってないよ。知ってるよ、100人からもらってるの。100人一生いてくるね。あ、待って、リカちゃん入れよ、左に来い、アサルト。なんで蹴ろ。僕は恫喝するためにこの構成に行きました。あ、こつユータです。よし、研究所来た。リカ知ってるよ。な、何が？ユータがミゲルさんと浮気してるの知ってる。リカちゃん、僕ゲイじゃんか。それじゃどっちもいけないよ。女の子と女の子がいるんですよ。男と付き合うぐらいならオニオンの方がマシだ。リカちゃん、え、いる。待って、リカちゃん今行くから。何やってんだよ、リカ。ごめんなさい。拾って言ったじゃん。くそ、どれは僕が始末するの見てね、リカちゃん。うっ、当たらないよ。全然死なないじゃん。なんだぞ。全然死なっちゃう。くそ、ゴミ抜き。最後まで見てくれてありがとう。この動画が面白かったらチャンネル登録と高評価ボタン、ベルマークの通知もオンにして次の動画も楽しみにしててね。動画のリクエストとかファンメールを送りたいっていう人は Twitter もやってるので、この動画の概要欄のリンクから飛べるよ。他にも TikTok や他の活動先もチェックしてくれると嬉しいです。それじゃあまた見に来てくれよな。バイバイ。